さりの中にすごいですよね。すっごい濃く。お母さんって毎日のことじゃないですか。どうやって決めるんですか。プルプルじゃないですか。なんでこんな柔らかくなるんですかね、顔まんがってね。伊藤和恵のアジア飯2回目2回目だまだ歴史そうなんですよ。アジア飯これちょっと続くのかなっていう感じなんだけど続けていきましょう。え、和恵さんがアジアご飯が好きなんですか。好きなの。あ、そうなんですね。そう、タイ料理大好きなんで。まあ、1回目はね、1人でちょっと寂しく食リポとかしてたんですけど、今回は中尾くんにも手伝ってもらって、美味しさを伝えられたらなって。多分無理です、僕も苦手なんで食リポ。まあ、じゃあ美味しいもの食べましょう。とりあえず食べましょう。はい、いきます。やっちゃえ伊藤和恵チャンネル。スワンサワン、スワンサワン、スワンサワン、こんにちは。よろしくお願いします。何にします。この間ガパオ食べたんで違うのにしようかな。そんなルールあるんですか。いやだってさ、同じ、まあ、まあ確かにね、同じものを違う店で食べ続けるっていうのもいいけどね。でも大体同じだよね味。基本的に全部好きなんですか。大体同じとか言うのやめてください。スルー必要になってる。違いますから。スワンサワンってどういう意味なんですか。スワンはにはという意味で、サワンはあの天国という意味、合わせると楽園という意味。なるほど、パラダイス。楽園、はい。来ちゃった。ちなみにおすすめメニューとか。おすすめですね。辛いの好きですか。いや、僕はね、あんまりなんですよ。じゃあ食んなよって話でさ、ね、辛くないのか、こちらメニュー、ここら辺乗ってるのか、ちょっと辛さが入ってるんで。ああ、なるほど。で、あの乗ってないのか、こっち辛くないやつだ、ね、そうですね、ハーマンカイとかパッタイとか。これにしようか、じゃあやっぱハーマンカイとパッタイじゃないですか。で、これとこれ、ハーマンカイとパッタイで、はい、で、スープですか、スープセット、スープ、スープ、はい、と、ジャスミン、ジャスミン、じゃあホットかアイス、どちらにされます。アイス、アイス、はい、僕はじゃあ、ウーロン茶、ウーロン茶、はい、はい、こちらもチーセット、はい、一緒に、はい、はい、お願いします。はい、和恵さん早いんですね。早いです。悩まないんですか。悩まないです。美味しそう。カオマンガイ、最近カオマンガイ屋さんとかもありますもん、ね、え、専門店、そういうところに行ってみてください、ね、専門なんです。それしかないの。カオマンガイしかないんですよ。鳥が釣ってある。そうそうそう、なんかどこだっけ、渋谷かどっかで見ました。メジトリゾにあります。そうなんだ。これ多分ソースが決め手なんだろうね、この味噌の。そうですよね。スープはパクチー入ってる、はい、ちょっと寒いからね。いいね、高いね。どうですか。あっさりの中にすんごいですよね。すっごい濃く、濃くがあるね。ラーメンのスープみたいな。そうだね、鶏ガララーメンの。なんかそうなの、ガラスープみたいな感じ。うん、美味しい。そうだ、チキンスープって書いてある。美味しいな。だから鶏ガラの。早っ。会話聞いてましたよね、僕ら。早っ。下で決めてたの。早っ。じゃあ。あれ、お箸もあるのか。なんかこっちの方がいいね。こっちから取る。先輩、好きな方から取ってください。キュウリを、キュウリもらいました。ソースを、ソースを。お二人でお食事されるのとかって。はじめまして、こんにちは。チーマしかないんですけど。だって YouTube でしか、YouTube でしかお会いしたことない。初めてですよ。初めてですね、うん、食べるのは。うわ、美味しそう。プルプルじゃないですか。本当だ。なんでこんな柔らかくなるんですかね、カオマンガイってね。コラーゲン、蒸してんのか。蒸してるんだよね。蒸してるよね。どう見ても蒸してるよね。アジア飯詳しくないんですか。詳しくない。好きなだけで。あの、そう、食べるものが決まっちゃってるっていう。
ただきます。おいしい。このタレがなんかピリ辛で、一見味噌みたい、味噌っぽい、味噌みたい、味噌、味噌かな、味噌かわかんないんですけど、プルプルですね。美味しいね。甘くてね、甘辛っていう感じ。甘辛、このソースだけご飯かけてでもいけますね、なんだろう、生姜とかも入ってる。あ、生姜入ってますね。生姜、あ、生姜入ってますね。入ってた。生姜とニンニクとナンプラ、ナンプラーは入ってないですね。味噌、味噌みたいなタイのやつ。あ、タイのやつなんですね。美味しい。タオキオと呼ばれてるんですけども、タイの味噌、まあね、味噌も入ってて、はい、それも入ってます。これでもなんでこんな柔らかくなるんですかね。ちゃんと仕込んでやってて。あ、やっぱそれ仕込みをしないと柔らかくなる。そうですね、そうですね。で、蒸してる。蒸してます。美味しい、うん、ありがとうございます。伊藤さんはお家でフォー作られたりとかっておっしゃってましたけど、はい、中尾さんはなんかお料理家でですか。はい、全くなんですよ。でも全部奥さんに作ってもらってんの。そうですね。でもうちの妻もそんなに多分料理作るのは好きではないので、もうみんな休みでって言ったら、まあ外行っちゃうかとかにしちゃいますけど、だからどう、なんか料理 したいんですけどね。なんか和江さんないですか、めちゃくちゃ簡単。あ、前教えてもらいましたよね、僕ね。なんか言ったよね、もやしの、うん、なんかね、チンしてごま油とお酢入れて、そうチンするだけとか、そう揚げにチーズと、それ調べてピーマン、もやしのやつはチンしてやりました。めっちゃなんか量間違えたのか薄くてなんか後で混ぜてもらそう、払ってもらいましたけど、まあ、そういうのやりたいですね。簡単、簡単レンチン料理。和江さんも料理好きじゃないですよね。そうだよ、だからやんなくていいよ。料理はさ、クックパッドとか見て作ればいいんだよ。あ、じゃがいもあるな。じゃがいも、レシピで調べるといろいろ出てきたりする。はいはい。でもだって毎日、お母さんって毎日のことじゃないですか。どうやって決めるんですか、メニューとか。何も朝味噌汁作って今日何が食べたいって聞いて、何でもいいっていう時は、まあ、カレーにするかとか楽なやつ。何でもいいしか言わなくないですか。うちの息子とか何でもいいしか言わないですよ。困るんだよね。なんかこれ食べたいというのがあれば、わかります。すごい簡単なんだけど、決めるのが一番大変だよね。なんかでもその中で娘さんがママのこれが好きっていうのは何か。おでん。この時期はね、おでんですよ。おでん、大きい鍋で作って3日ぐらいそれ食べてくっていうパッタイ。なんかね、あれです、甘じょっぱい日本の焼きそばには絶対にこの味はつけないなっていう感じ。おいしい。おいしいね、麺もちもち、甘じょっぱい。全然辛くないって言ってたけど、ちょっとスパイシーだよね。そうですね、甘じょっ、あ、スパイシー全部入ってますね。全部入ってますね。そう、このなんか麺が、あの、ちょっと独特っていうか、日本の焼きそばはこの平たい麺とか使わないもんね。卵が入ってからまた、それがなんか甘さ増して美味しいですね。子供に受けそうな味、でもちょっと残りというか後味が辛いね。少し。でもこれは多分向こうの方からしたら辛くないんでしょう、ね。さらに。この間行ったところのガパオがさ、めっちゃ辛くてさ。はい。ガパオで辛いって。すごい辛いって言ったら、はい、これ全然マイルドな方って言われて、どういう舌してんだろうと思っちゃった。多分そうなんですよ。若干ね、僕らが食べて辛いぐらいな。唐辛子かけましたね。唐辛子だったらお酢の方が。お酢かけちゃう。もっとがっつりかけないからね。わかんない。あ、でもさらにそのピリッとくる。はい。あ、でも美味しい。あ、やっぱ辛いのに合うんですね、このもちっとした麺にね。あ、タレが。
ってるお店はその辛さとかって割に日本の方に合わせてる感じ？合わせてないので、あの基本は普通のタイ の, あの辛さにしてる。飲まれた料理が辛くないので、うん、そうか、辛いのは結構辛いじゃん。こういう料理があの専門店しかないんですよ、うん、タイに行くと。あ、そうなんですか。パタイの専門店はパタイ食べれる、普通の店食べられない。パッタイだけなの？パッタイだけ。そうそうそう、カマンタイもそう。カマンタイの専門店行かないと。あ、そういうことなんだ。いろいろ食べれないんだ。そうです。あ、じゃあこんなにいろんな料理が揃ってるのってタイにいないです。日本だから、日本のタイ料理だから。そうなんですね。サウトキャラバン、インベトナムっていうのがあったんだけど。そんなのあったんですよ。タレントが賞金100万持って逃げちゃった。なんか YouTube でさ、儲かったらさ、はい、海外行きたいよね。行きたいですよ。アジア飯も、うん、本当のアジア、本当のアジア。今日はやってきました。ベトナムでその子を探す。探す。なんかすごい若い時は、うん、酔っ払ってカラオケで歌うみたいな感じにしょっちゅう出てて、うん、酔っ払って記憶なくしたりとか番組中なのに。